こんにちは、ネコです。昨日ね、若いお友達のズームで結婚式っていうのを経験しましたね。これから若い2人がね、力を合わせて、今こういうコロナとかの仕事がなかなか難しかったりとかいうね、時代ですけど、災害があったりとかね、本当世の中ね、疫病とかね、なかなか人と会えなかったりね、難しい時代ですけどね、若い力があれば乗り切れられる。若くなくても乗り切れられる。頑張っていきたいと思いますね。若いお二人を応援したいと思います、というね、結婚式、またね、簡素な結婚式ですよね。本当に心からお祝いして、私たちも参加できてね、全然豪華ではないけど、みんなに祝福されていいよね。そういう結婚式だってね、いいと思う。ということで、お茶飲みながらお菓子を食べたいと思います。いただいたやつ、みんなありがとうございます。皆さんにお味をお伝えしたいと思います。こうだね、こう先に甘いの食べよう。あとね、お茶もね、まだ取ってあったんだよ。土地の実茶いただきますね。やってきたやつがまたやってきた。あそこで寝てたのに、ソファーで。やだ、ラルちゃん、ちょっと見てて、おいしい、ぬかもめの卵、ブルーベリー、ブルーベリー味、うれしいね。この有名なものだって知らなくて、ほら、おいしそう。もうこの色がね、そそりますよね。いただきます。ラルちゃん覗いてるよ、ほら、ラルちゃん食べたいって。あ、こんなね、本当に卵の形してるから、ほら、卵の形。ラルちゃんに袋匂い嗅ぐ、クンクンしてみる、どんな。ちょっとこれ取ってね、匂い嗅いでね。ブルーベリーにジャムが入ってる。ジャムというかピューレ。チョコだから。おいしい。周りチョコだし難しいね。糖分注入。安定の美味しさで、中のブルーベリーがまた美味しいね。ビタミン C、 夏の味だって。季節限定ですって。ブルーベリーのペーストが入ってる、美味しかった。続きましては、これメンベイのマヨネーズ味です。お得な感じですよ。こういう袋がね、2つ入ってるの。2枚これ入ってるのよ、ほら。ほら、2枚入ってて、さらに2枚ずつ入ってるから。お得。なんでそんな食いしん坊なの、ラルちゃんやん。今日はね、ラルちゃんとミヤちゃんと1階で寝ました。ヘリは自分で違うところで寝たけど、1階で寝ようかなと思って、いつも2階で寝てるんだけど、そしたらわらわらとラルフとミヤちゃんがやってきて、ミヤちゃんは私の親指に爪立ててガーって遊び始めて、痛いってみたいな感じで足でワンと押したけど、またやってきて寝てました。で、朝になったら私のこの辺にいて、かわいいね。いただきます。マヨネーズだ。めんべん、めんべん美味しい。これはイカとか入ってるから、ラルちゃんダメだな、ハゲちゃうから。イカハゲちゃうから。
やめよう。ね。うん、うん。おいしいね。こういう海のもの入ってるとどうしてこんなおいしいんだろうね。あの神奈川のタコせんべい、しらすせんべいもおいしいしね。これなんか明太子とか唐辛子も入ってるよ。贅沢だよね。おせんべいにいろんなもの入ってておいしい。うん、それでこれ飲むの。血中中性脂肪の上昇を抑えて血糖値の上昇を抑える。うん、次これ。これどんな味だろうと思って。天使の羽。これからね、結婚する若い夫婦は、まあ、昔だったらご主人が働いて奥さんは家にいてとかね、そういう感じだったと思うけど、今そういうわけいかないね、なかなかね。共働きでしょうね。だから家事なんかもね、あの助け合ってね、やったりとかね、できるといいですね。これね、食べても音が出ないチップスだって。これチップスなんだって。いただきます。音が出ない。天使の羽にカレー粉または七味唐辛子を振りかけて食べたりとか、温かいご飯に混ぜておむすびにとって、あとクリームスープに入れたりとか、ハンバーグや野菜炒めの具としてだって。どういうこと。ほら、なんか懐かしい味っていうか、もうシンプルな味で美味しい。なんか油っぽくない感じだから、あ、でも 30g で 132カロリーだ。これ 30g、 これで 132カロリーだって。え、これいいんじゃない、ダイエットの人には。ほら、こんなに入ってて、ポテトチップスだったらこんなに入ってたら600カロリーとか1000カロリーとかあるんじゃない。まあ適当なこと言ってますけど、無駄にエネルギーにならないから、ダイエットの人にいいと思う。だってご飯一杯分もないでしょ、132カロリーってね。まあ塩がちょっと薄味だから、まあこれだったらちょっとならラルちゃんでいいかな。はい、食べる。よし、食べた。なんかね、恐る恐る食べた。もうくれって言わなかった今。でも匂いがしないから、これは太りたくない人に最高。お料理の具材とかビールのおつまみ、お子様のおやつにいいじゃない、これ。丸よし、丸ってがんのね、丸よしは吉、丸よし塩せんべいっていう会社だって。沖縄行ったら召し上がってください。ありがとうございました。北の親切な人、メイトローララボーさん、ミルクとコトローさん、ありがとうございました。美味しかった。それでは皆さん、それじゃあまたね、バイバイ。